まいりましょう。バイオハザード7パー7ということでね、ルーカスの罠に打ち勝ちまして、これ所長じゃね、いつの時代の写真に、ルーカスの、まあ、ゲームからね、なんとか無事抜け出すことができて、でいよいよね、結成を作っていきましょうと、頭部とね、腕が揃ったんでやっていきましょう、そうだそうしようっていうところの話なんですが、こっからね、また一手間加えて、次のステージに進んでいきたいと思います。ということで、まあ、前回からね、質問に答えながら、バイオハザード実況というね、企画を始めたんですけれども、今回もね、質問が来てますので、早速答えていきたいと思います。実況体で挟みながらになって、ちょっと中途半端にならないので、今回気をつけていきたいと思いますね。これがね、うまくできる場合、うまくできるね、そのプレイヤーだったら、質問答えながらさささささできるんだけど、僕の場合ね、下手くそってザマーなので、それがなかなかできないっていうところが、ちょっとね、まだまだ自分の甘さだなって思ったりするんですけどね。はい。まあ、そんな言い訳は、よしと思っていて、はい、早速やっていこうと思います。で、今回はまず一発目ね、これなかなかね、答えのむずいのいきなり来たなっていうところなんですけど、コロナに打ち勝つために心がけてることは何ですかっていうね、心がけるもクソも打ち勝った人類が未だにこの世にいないっていうところからなんですよ。例えば、じゃあ、なんだろうな、風に打ち勝つために心がけてることは一体何ですか？風って誰でもかかったことあるし、なんならそれにね、治すために病院に行ったとか、なんたかんだとかってこうやったりとかしてるじゃないですか。ところが、ね、完全にコロナに打ち勝ったっていう、その、まあ、世界的に打ち勝ったって言えるような、まだ状態に来てないっていうところが問題だから、打ち勝つために心がけてることは一体何だっていう話をしても、何なんだろうな。いて、引っかかっちゃったね。何かっていうと、そうだなぁ、心がけてることは、ビタミン C とビタミン D を飲むっていうのを欠かさないっていうことかな、まず一つは。うん。っていうのは、もう絶対まずやってますね。うん。っていうのも、まあ、風邪予防にやっぱり必要になってくるのが、そのビタミン D、ビタミン DC っていうところなので、僕はそれを毎日サプリで飲むようには一応してます。うん。で、あとは、そうだなぁ、なんだろうなぁ。あと、何してるかなぁ。ハーブは、とりあえず後で食うか。で、これ持っていかなくちゃいけない。で、あとはやっぱりね、なんだろうな、病は気からっていうじゃないですか。あ、これやっぱりいるな。病は気からっていうので、まあ、その、病気になって、た時とか、まあ、こういう状況だからこそ、まあ、気持ちを強く持たなくちゃいけないなっていう、まあ、心持ちで毎日過ごしてるっていうところかな。まあ、それは一つ言えるかもしれないですね。で、あとは、まあ、変な話、その、コロナって、まあ、めちゃくちゃ騒がれてるけど、言っても、まあ、インフルエンザとかと比べたら致死率とかっていうのは、まあ、そんなにだし、かかったとて、どこまでその、なんかダメージがあるのかっていうと、まあ、結局無症状なケースっていうのも多いわけじゃないですか。そう考えたら、果たして本当にこう、ビビり切らないといけないほどの、まあ、病気なのかっていうと、僕はそこまでは大丈夫なんじゃないかなっていう、まあ、いい意味での楽観視はしてますよね。まあ、実際は、どうかっていうと、弟かかったんですよ。弟かかってるんですよね。なんとコロナに。で、ただ弟自体は、まあ、ちょっと味覚が若干変かなっていうくらいで済んだんですけど、まあ、僕と弟はその全然違うところに住んでるんで、まあ、そもそもなんかこう気にしなくちゃいけないっていうような関係性ではなかったからよかったんですけど、僕は隔離しなくちゃいけないとかそういうのじゃなくてよかったんだけど、うん。だからまあ、打ち勝つために心がけることっていうのは、まあ結局はその風邪予防と同じように病気に対して対策するっていうことを、普段から心がけてやっておくことっていうのが、まあ、大事なんじゃないかなっていうふうには思いますね。うん。ほい。あれいないかな。うん。というところだと思いますよ。はい、宮が倒れてます。で、持ってないはずのポケットナイフを使うと。どうなってんだろうこれ。ミア、行っちゃってるね。やった後に。
Uh-huh. Hi. Zoe? Zoe, I... Not now. We don't have the time. かわいくデザインできなかったのかな? Do you have both ingredients? この髪型っていうか、この髪の長さ、right、まあ僕ショートヘアが好きなんで、このくらいがね、こうタイプではあるんだけど、顔が全然タイプじゃないからな。Daddy's coming. Good.そうそう、まあ、あとはまあサプリあのコロナの話に戻ると、まあ、サプリもそうなんだけど、まあ、普段からあの健康に気を使うとか、まああのね、食生活気をつけるとかっていうことを大切にしなくちゃいけないっていうところかなっていうふうには思いますね。はい、だから要は生活習慣病とかね、風邪とかと同じようにしっかりと対策を取るっていうのを、日常から心がけてやっていきましょうっていうのが、はい、言えるかなというふうに思います。ということで、ここからのボス戦ですね。はい。ゾイ、ゾイ、何をしているの？ゲームで、お前は敵を見て、私もしてる。逃げる、ぶん投げてやる。ということで、ぶん投げられました。はい。おい、痛い、痛い、痛い、危ない、危ない、危ない。この目玉を撃たなくちゃいけない。落とされた反動で、しかもダメージめちゃめちゃでかいし、あー This is getting old, Jack. しつこいじゃん。あーやられよー、強っ。ごめん、ブラブラブラ、とりあえず残ろう。あ、黙っちゃった。続いての質問をね、いただいてるんですが、続いては、腹減った、じゃあ何か物食べればいいんじゃないですか。うん。薬液。続いての質問は一体何かっていうと、ステイホームを楽しむためにはどうしたらいいですか。これまたちょっとね、幅の広い質問をいただいたんですが、ステイホームか、どうです、皆さんステイホーム何してますね。今もう結構外出かけるとかも多い気はするんで、まあ、ステイホームをあえて選択しなくてもいいんじゃないかなっていうふうには思うんですけど、まあ、それこそ質問のね、答えにはならないので、そうだな、ステイホームを楽しむために何してるか。今は、ステイホームのために何やってるのかな。ステイホームのため楽しんでる、何して楽しんでるかだな。そうだな、一撃死、マジで、うわー、アイテムセッティングさせてもらえるんだ。でもいいや、普通にリスタートしよう。はぁ、普通にお亡くなりでしたね。あ、よかった。どうしよっかな。どうしよっかな。引っ張るぞ。でもショットガンが余ってるから、ショットガン引っ張る。でもなんかね、どうしよっかな。どうしよっかな。で、この後、どんなステージかっていうふうに考えたら、まあまあ、大したボスってないんだけど、逃げられます。相変わらず、あれだね、もうシンプルに更新していくので。隠れて俺の家族が、まあちょっとお注射天使ごっこしよう。ステイホームか、まあ僕もその今はステイホーム、割とね、旅行に行くんで、楽しむために何してるかっていうと、もう単純に娘と遊んでるっていう感じですね。うん、まあ娘まだ2ヶ月、3ヶ月っていうところなので、まあ、まだまだ、ね、まだまだその、言葉とかも全然喋れないんで、あれです。使い取っちゃうか。ほらほらほら。あちゃ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 。ゾイいないし。え？
広がそうぜ、燃えてるしさ。ああ、もう全然違うところになってるし、なんかめっちゃ押し出されてるし。今クラウンかい。もう焼夷弾はいらないからね。あとはそうだな、まあなんだろうね、まあいろいろとこうやっぱステイホームってシンプルにストレスなことだと思うんですよ。家にねずっといるって、散歩に行くとかそうした方がどう考えてもストレス軽減にはつながるっていう話なんでね。だからまあその家でそのできることでストレスをこうなくすことができることっていうのは一体何かっていうことを考えると、まあそれをラインナップでねやっていくのがいいんじゃないかなっていうふうに思うんですが、それが一体何かっていうと、音楽を聴くことと、それから読書をすることがストレスがすごいかなり軽減できるものらしいんですね。なので、まあ、ストレスを軽減するために、まあ、やるっていうのであれば、まあ、その2つをやるっていうことがまあ大事、まあ、あとはそのちょっとした散歩に出かけるっていうことが大事なので、まあであとは何がいいかというと、外に結局出ることになるんだけど、ステイホームじゃなくてあれなんだけど、まあ、ちょっとしたね散歩、森林地帯なんかに行くのはすごいっていうふうに言われます。10分20分だけでも散歩に 出ることで、まあ、結構そのストレス緩和につながるっていうふうに言われているので。まあ、そのステイホーム期間中でも例えば10分20分程度だったら出るっていうのをぜひやってもらえたらいいかなっていうふうには思います。 OK、 まだいいですね。 OK、 倒してよ。わー、さっきなんかやられてもすげえ悔しいし腹立つな。なんであんなやられちゃったんだって。出るよね。This way. さん、こっちをと思ったけど、俺を置いていくつもりか。結局寂しがり屋なんだよね、ジャックってね。そいつにケースを使ってってね。お前、こいつを助けるか。ケース系を刺したら、目にチカチアゾンする。目の前まで迫ってきて固まって終わりと。お座りしてますね。で、まあ、ステイホームを楽しむコツといった、そうそう、あとね、音楽を聴くとか、それから一本になっちゃって、音楽を聴くとか、それから何だったっけ、音楽を聴くとか、それから読書をすると比べたら、まあ、ちょっとストレスレベルは3分の1くらいしか削ることができないんですけど、今僕がやってるのはゲームをするのもストレス対策にはいいみたいですね。ただ持続率と効果では少ないと。これからどうすればいいのって、あなたがお前が使ってたんです。ゾイゾイ改めて見てみましょう。どう、どっちもこっちのがまだあるのかな。じゃあこれで成長しようぜ。It's fine. It was foolish thinking I could escape. そう。But Zoe, go. Both of you, just go. Come with us. 明かりがある。
まあ、それは I'm sure there's someone who can help. This is not home.これがまあ正規のルートになります。で、これを正規のルートとしてやっといて、エクストラ判決のエンド・オブ・ゾイっていうのにつながっていくんですね。僕、ノット・ア・ヒーローはやったことなんですけどね。エンド・オブ・ゾイをやったことがないからね。どんな作品なのか全然わからないんですけどね。と、うん、いうことで、まあ、ボス戦は終わったんですが、まだ15分というところなので、続けてやっていきたいと思います。まあ、ステイホームを楽しむんだったらね、ストレス軽減っていうことも考えると、読書、ゲーム、それから音楽を聴く、まあ、この3つっていうところが、まあ、ポイントになってくるんじゃないかなというふうに思います。さて、続きましては、ああ、これも似たような質問ですね。休みが暇で仕方ないですと。で、することがないので、結局仕事を持ち帰ってやってます。何かいい休みの過ごし方はないでしょうかっていうことなんですが、まあ、これはまあ、家で過ごすかどうかっていうのもかかってはきますけどね。まあ、仕事やってくれるから家で過ごしてる方なんでしょうね。まあ、っていうことを考えると、そもそも、なんか休みの日に、したいの何かっていう話があるんですよね。で、これっていうのは結局仕事持ち帰ってやってるっていうことなんで、まあ、休みの日でもそのすることがないから仕事やっててストレス感じてないんだったら僕は別にそれでもいいんじゃないかなと思います。ただまあ1円も発生していないっていうことなんで、それ自体はちょっと無駄な労働をしてるのはもったいないなっていう気がするんですけど、まあ、それでね、平日の仕事がその分減ってトータルの自分の時間というか、そういう仕事をしなくてもそのストレスフリーな時間が過ごせるっていうことであればいいんじゃないかなっていうふうに思いますけどね、うん、で、いい休みの過ごし方っていうことなんですけど、これ何をするかっていうよりも何を計画するかっていうことが大事ですね。だから例えばたった2日間普段の皆さんが過ごすような土日のお休みとかっていうのをその土日の間で例えば旅行に行くとか、何か作るとか、それから誰かと遊ぶみたいなことを、その単純に、なんかこう、アクティブに動いたとしても、その土日で2日間で、まあ1日でもいいですけど、過ごすっていうことを、きちんと平日の一日の仕事を、それを実行するっていうことをやると、まあ結構、いい過ごし方になるんですよね。で、そういう、しっかりと計画を立てて、しっかりと実行することができた休みの過ごし方をすると、まあ最大で、どうだろうな、2週間から8週間ほど、その、休みの効果、まあ、要は幸福度が高まっているとか、そういうのが、まあ、近づいていくっていう、まあ、そういうお話も出たりしてますね。うん。ただ、じゃあ、もう平日でいろいろ仕事して、たくさんに疲れたからって言って、もう何もしないで、ただただ、なんか横になってスマホずっといじって、動画見てましたとかっていう過ごし方をしてしまうと、確かに体は休めることはできてるんですけど、なんか結果、平日になんかどっと疲れが来ているっていうような体の状態になってしまうので、それはよろしくないということなんで、まずは何をするしないっていうよりも、その中身に対していい悪いっていうことよりも、どう過ごすかっていうのを計画立てるっていうことからまずやってみるのが必要かなっていうふうには思いますね。だから僕なんかでも、こう、なんか、月曜日から仕事バリバリ頑張れるなっていうのをやると、やっぱり、旅行に行った後とかね、なんかそういう仕事じゃないや、休みをこう過ごそう、ああ過ごそうっていうことをしっかりと決めて、過ごすことができたりすると、仕事をなんか一生懸命できるなっていう、そんな感覚はしますよね。だから特にもう、終わってしまいましたけど、なんて言ったらいいんだろうな、ゴールデンウィーク終わっちゃいましたけど、まあ、そういう長期期間の休みこそ、なんかどう過ごすかっていうことをしっかりとね、考えて、計画練って、旅行にしろ、まあ、長期期間のなんか、こう、もう創作活動するにしろっていうのをしっかりと決めてやっていく方が良かったりはしますんで、まあ、ぜひね、どう過ごすかっていうことを、まあ、計画立てて やるっていうことをぜひ心がけていただけたらいいかなっていうふうに思います。ということでね、今操作しているのはミアです。はい。ミアですね。で、ミアは今、これ配線で、よっ、びっくりした。で、これ今配線で、まあ、この配線って一体何と、まあね、真っ二つに割れた配線って一体何なんだっていうところなんですが、まあ、これがね、一体何を意味しているのかっていうのを今から紐解いていく、その、パートになっていきます。これは何もないのかな、回せるわけでもないし。と、ふっと。みんな死んでるんだ。何ですか、The engine room! What the fuck are you talking about? She killed them all! Fuck.
な。マトリックスで死ぬキャラが出てきそうな。どっちも同じ顔じゃね？どっちも同じ顔やん。ああ、下行きましょうか。はい、おつ。で、まあ、今からこうね、ミアの真相に迫っていくシーンに移っていくんですが、こっからまたちょっとね、結構怖いっていうか、怖くはないけど、まあなんかね、こう、ミアって、今ね、現時点でアイテム何も持ってないから、非常にね、不便なキャラなんですよね。一応探索していく、何も手に入らなかったはずなんだけど、こっちはこっちじゃなかった。ただ、もう、配線に関しては、僕ね、毎回やるたんびに迷子になるっていう記憶しかないんで、船長、エド・カーライル、ジョワード・テラル、クラーク・シー・ウォルシューとかね、わかんないね。This is not my child. 彼女は私の子供じゃない。何かから隠れてた。ドロドロだよね。なんか、RE2 にもあんなキャラいたよね。うわ、酔っ払ってるよー。なんだよ、こんなことで酔いつぶれてるやつとか、こんな状況の中でよく酔いつぶれることができる。She's inside me. She's inside everyone. 違う違う違う。ちょっと顔見たかった。こいつはちょっと、あれだね。腐敗化してるね。さてさて。さあ、いよいよ黒幕の登場ですよ。LNG、アナベル。アナとベルですね。セロダウン、リトル・ガール。セロダウン。っていうか、これさ、なんて言うんだろうな、例えば T ウイルスとか G ウイルスって、こう自然発生的にこう広がっていくじゃないですか。まあ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 、その生物が広げたっていうのはあるんだけど、でも、この、なんだろうね、エブリンに関してはすげえなって思うのはこいつが自分の意思でここまで広げることができるっていう話でしょ。それ最強じゃね。そんなことされたらもう誰も太刀打ちできないっていう話だよね。あ、そうそう、まあちょっとこれがどこまでで切れるかってちょっとね、僕がここで区切りたいなと思ってる場所があるので、そこまでが今からどれくらい時間かけてやれるのかっていうのもちょっとわからない、びっくりするわ本当で。質問会はね、また次回パートでやっていきたいと思います。じゃあ、ここから普通に実況していくよ。You said we could be a family. 家族になれるって言ったのに。What are you talking about? 何を言ってるの？ You said! そう言ったのに。Wait! I'm tired of waiting. もう待つのは嫌なの。違う。セーブ。で、こっからね。ミア丸腰なんですが、敵がね、出てくるんですよ。敵が出てくるから、うまいこと捕まらないようにして、最初に次。で、これで手に入ったので、ここね。やっていきましょう。ほい。違う、それは入らないよ。うん、それはそうだ。ちなみにね、あっちでね、ほら、リッカーがね、徘徊してるんですよ。これ、行っていいのかな？行けるのかな、リッカー。まあいいや。行ったら大変なことになるよね、きっとね。こっち、行けなかったらだって。おやべ！見つかった。逃げろ。あぶれ。はい、もうさっさと次ね行きましょう。2階向こうから施錠されて登っていく。3階、あ、開いてるね。勝負服、ビデオ鑑賞してる。 Watch it. これ見て。 Why? どうして。You need to remember. 思い出さなきゃダメ。そうすれば家族になれる。これ、あれだね。この角度から見てたら、
そんなに怖くないというか、むしろ可愛い女の子って感じが、あでも目は結構怖いね。いやいやいや、俺にそういう趣味はない。はい、じゃあ汚れたビデオテープ見ましょう。はい。プレイ。ビデオテープ使ってやるのは初めてですね。どんな風になっていくのか。はい。テスサブジェクト E001 シントラスポートラウトップシークレット。うん。Alan, you're getting worse. あら、どんどんひどくなってる。きっとやつに攻撃されたとき感染したんだ。Too far gone. おそらくもう手遅れだな。But it serves me right. 俺のミスで逃がした。It's my fault she got out. そうね、事故で取った。Yeah. It is your fault. That doesn't mean I won't let you die. ミアなかなか厳しいね。She didn't attack you. お前無事なのか？そう、プログラムされてるのよ。こんなことになるの。I can't believe this is happening. Here. 持っていけ。あの子の組織サンプル。It has your tissue samples.あの子を見つけて終わらせるんだ。Fix this. はい。Okay, ということでね。Where are you? 今からね、エイブリンを探していくんですが、なんとなかなか物騒なものを持ってるんですね。はい。F 特殊工作員アラン・ドロニー、特殊工作員ミア・ウィンターズ。あ、もうすでに結婚してるんだね、一応。適正組織によるエブリン奪取の可能性が報告された中米支部までのエブリン移送作戦への移行を認ずる。移送においては下記厳守せよ。移送中はエブリンと親子を装い保護監視せよ。エブリンのバイタルは至急のゲノムコデックスで常時管理せよ。任務遂行困難と判断した場合エブリンを処分せよ。ということでね、ここからねエブリン探索編に入っていこうというところなんですが、あれ？というところなんですが、ちょっと待って、え、アイテムはあれ？ちょっと待って待って、セーブポイントがない。セーブ、あれ違う、俺ここでセーブするつもりだったんだけど、セーブポイントがない。おい、セーブポイントがないやん。マジか。セーブポイントがないなら仕方ないな。もう、セーブポイントがないなら続けてやっちゃいましょう。ちょっとセーブできるポイントを見つけるまでやっていきたいと思います。仕方なくはないけどね。まあやりたくてやってるんでね。いやーでもちょっとこれは予想外だったな。時計見すぎ。そっか。ここ開く？開かない。あ、これあれか。そうかー。いやー、まさかでした。あれ、ここいいな。向こうから施錠されているようだ。セーブできるポイントどっかにないのかな。そうなったらなかなか厳しいざんす。なんかでバッチュシュシュシュマシュシュここだと思ったけど過剰代謝してると。I'll have to reset. プル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 。How's it going? She's vomiting. Far more in excess of her body mass. おかしい。Oh, great.やつのブサイクな友達が増えちゃう。All right. いいか、とりあえず早く送ってみてよ。This is getting out of hand. Agreed. 分かってるわ。ということで、続けてやっていきましょう。サプリみたいな別に精神刺激薬いらないから。シンガーの弾はここら辺はアッキーられるのにないと。じゃあ登りましょう。あーそっか、じゃあエレベーターで降りるのかな。エレベーターで降りるんだけど、その前にはい、危ないです。元気？何も言わない。どうやら屍のようだ。
エブリンいた。ちょ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 、エブリン、エブリン、 S2。 あ、でもなんかこれ出てくんじゃない。あ、出てこない。どう思った、やっぱ出てきたじゃん。反応がない、反応がない、どういうこと、痛い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 、え、反応がないってどういうことよ。行こうよ、痛い、あああ、なんてこと、そんなの B さんしかやっちゃダメなのに、やば、え、反応がないってどういうことよ。え、どういうこと、なんか登るのじゃん、え、反応、あ、え、なんで反応がなかったのよさっき、おかしくない、あれ、どういうこと、なんだったんだろう。ここやっぱ敵出てくるですよね。やばいやばい、これ以上食らうと、これ以上食らうと本当にやばい。来い来い、外すくらいだったら頭、頭を、オッケー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 、よし、もう一体出てくる、出てこない、もう一体出てくる、出てこない、ここは出てくる、いやー、あー強いの出てきた、よし、 OK、 もうね遠慮してらんないからね。お、いいのめっけ、消えてる、早っ、うわー、こんなところ久い、寝てるやついるよ。ほら、こい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 この無視されてまとめちゃう。いやいや、は、賢いな。ただ飛び越えるっていうことを覚えようぜ。嫌がってる。オッケー。いやー、ほんとぶっさいかな友達だよね。あ、でもあいつ足をボーンってやったらよかったのか。でもほんとこっちでいいの、また酔っ払って寝てるよ、ほんと酔っ払うの好きね。よいしょ、こっちはなんかある、お、なんかありそう、あ、ちょっとでもちょっとでも、倒す、つきつきつき、ハーブあったっけ、ハーブあるね。プラス。で、こっからまあなんかボスとかが出てきたらめんどくさいので、あー、積極的に使っていく、それとも無視して走っていく。あ、でもそっか。なんか帰り道絶対またなんか出てくるよね。あ、妖怪駅。3つ。そんだけ？あれ開けれない？無理か。あ、で、これを開けろと。そういうことですね。なるほど。じゃあ、一回行かないと。いやいやいや、もうちょっとなんか、やり方があるじゃん。やり方があるじゃん。なんか聞いた。で、まあ、もう、No, Evie, I'm not mad. Wait, what did you call me? I don't want to live in the lab anymore. 私、もう研究所なんかに住みたくない。お家が欲しいよ。だから私のママになって。Okay, Evie.わかったよ。まあ、一緒に戻りましょう。ほら、エブリン待って。ウィー、ウィー。もしもし。Yes, but she ran off. でも逃げられた。She's making more friends, Alan. あの頃、Those things are everywhere. I told you so. 言った通り。
okay? 大丈夫なの？まあ、エブリン集中しよう。はい。ちょっと待ってね。セーブできるポイントがどっかないかな。おー、ちょっと待ってね。どうしようかな、アイテム切り替えて。あ、早いな。危ねえな。ほい。これで。これでオッケーやな。よし、と思ったけど、お前もいるのか。これとっさにアイテム切り替えるっていうのもなかなかで引っかかってるし、引っかかりようやん。よし、飛んだ。飛んだところを引っかけてこう。ちょっと邪魔よ。覗かないで。エッチで、ここまた敵出てくるのかな。敵出てきたらめんどくさいな。落ちてきそうな気がするんだけどね。出てこないの。 OK。 じゃあここ入っていきましょう。だから切るなっちゅうの。な、あったあったあった。で、妖怪駅、ここあった、ね、で、マシンガン、こんだけかな。こんだけっぽいね。で、もう、遠慮してられないので、よいしょ、もう一回出てくる？出てきたね、出てきたね、行って、やべ、ちょっと待って、どこ？あっ、これ、近づいてこい、来い。進んで。あれ、なんで何してんの。あれ、あ、もうないし。うわ、マジかよ、やば。あれ、消えた。うわ、なんかもう嫌な予感がする。フラグだね、フラグ。エブリー、待って、行かないで。来い。なんだかんだでものすごいパートになりましたね。もう40分いくじゃん。あらあら、え、なに Emergency safety lockdown system has been engaged。 ただいま館内のシステム作動中ってか。かー、こんなに長くなるんだったらもう一個くらい質問答えればよかった。まあ、もう仕方ないよね、今さら言ってもね。なるほどね。こっち行ってアランはいない。エブリンが上で待ってる。反応しない。どうなったんだろうね。アラン、どこ行ったの。うわー、これだって次食らったらオワコンじゃん。大丈夫かな。もう嫌な予感しかしないよね。ハブだけ食っとく。薬液ないもんね。あ、ここになんかあるか。1個あるしね。だから切るなっちゅうの、わざわざ。あ、じゃあ撃ってんのか、これもしかして。
足がもう千鳥足になってる。くーちゃいけない。あーまた撃っちゃったよ。なんなんだろうねこれ。電波の問題なのかな。 OK 使った分のリモコン爆弾戻ってきたから、これはこれで。開いて、あそこ俺が開けたんだっけ。でここ行け、いたら面倒だからさっさと戻る。で、あ、こっちか、開いてるし。すげえすげえすげえ。降りれー。こんなところにミスターエブリアがあったらすげえなと思ったけど、さすがにそんな空気はなかったね。よし、どんどん行こう。3階に登っていこう。3階でさっきの確かいたところだよね。あれ、あーたった3階扉でシャッター閉まってる。でなんかない、なんかない。ちょっと薬液とか欲しいわね。あれないな、何もないな。ビデオテープの、アランが苦しんでる。そして何もない。進んでいく。アラン、アラン、大丈夫？で、どこに、ここに来たの？エブリンは？あの子暴走してる。今すぐ処置しないと返しがつかなくなるわ。どの道、俺はもうすぐ死ぬ。やめて、そんなこと言わないで。いや、まあ事実ですからね。それはもう仕方ない。She trusts you.やつお前を信じてる。That little bitch never trust. 待って、ちょっと待って。Evie, no, Evie. ちょっと待ってよ、エブリン。違うんだよ。そんなこと言おうつもりは。分かってくれ。You have to fight her. まあ、酔っ払ってるんで、そうそう。ちょっと酔っ払っちゃってね、顔色も悪い上にね、今までのかも全部ちょっと出したい気分。Stop! Stop! Right now! 店内にエブリンはいるし、あ、エブリンはいるんじゃない。酔っ払いだらけだよ。ほら、まあ、全部出しな、すっきりしよう。まあ、すっきりしたから寝たでしょ、うん、そうそう、いいブーツ履いてんじゃねえか。水虫になっちゃうんじゃねえか。キャーと思ったけど、まあそんなのもつかの、まあちょっと復活させてみようということですね。うん、なんだよ、結局ミヤも飲みまくってたってことね。あれ体力全部回復してる。ラッキー。体力全回復。おやすみ。おやすみ、アラン。特にアイテムはないのかな。はい。で、ここが冒頭のシーンにつながるということですね。まあ、その、Hey baby の動画もいつ撮ってたんだっていう話ですよね。18.5 メガバイト39秒。どうなんだろうな、39秒で 18.5 メガバイトか。まあそんなもんかな、再生的にはね。Ethan、 Ethan、 You were right。 じゃ I did lie to you。 左目の方が大きいか。あ、じゃあ左目の小さい。 All I can say is that if you get this medium quality stay awayForget that you ever knew me. 歯並びか、やっぱ歯並びって大事。Have a good life. じゃあ元気でね。あれ、ここまであったっけ？ Stay away までだったよね。開くんかい。開くけど。わー、わー。あー、来たねー。We'll be 全身でゲロ出したのか。これからずっと一緒だよ。これが何、3年前の話っていうこと？もう覚えてないよね。いや、掴めない。いや、すごいな。これを掴むだけでも相当な。うわ、酔っ払いどもがいっぱい落ちていく。タンカーが。うおよく行くんだ。普通さ、爆風とかがあったらさ、内臓破裂してさ、お亡くなりになるからね。こういう服装だったのね。ちょっと待って、これ FPS だよね。じゃあ今このミアを見てるのは誰目線？もしかして一緒に飛んできたエブリン？はい、以上が実はミアの過去だったと
というところですね。うん、戻ってきました。これで思い出した？ Yes, Evelyn. エブリン、思い出したか？Can we be a family like before? じゃあまた家族になってくれるよね？ No, Evie. いいえ、ダメ。We can't be a family. We were never a family. We will never be a family. あなた家族になってならない。じゃあいい、お前なんていらない。いやー、歯並びが来たね。あ、ここにあったセーブができる場所ということなんでね。うん、とりあえず回復薬だけ作って今回は終わりたいと思います。ということで、史上最長の動画をご覧いただきましてどうもありがとうございました。また次回のパートでお会いしましょう。ではお疲れ様でした。さよなら、バイバイ。